さ、ファンのことどう思ってますか？どう思ってる？愛してるよ。ラブ。血肉よ、血肉。ベン。ファンがいるから血液が流動してます。深いよ。辻褄が合わないですね。辻褄。ラインスタンプ。ラインスタンプ？出ましたよ、そう、うん、ありがたいことにね、こちらの顔が入ったね、公式スタンプ初めてなのよね、うん、そうそうそう、嬉しくてね、めちゃくちゃ使いづらくてファンの人も困ってると思うんですよね。いつでもいける、いつでもいけるありがとねとかいっぱいあるよな、うん、いや、うすうすは気づいてますよ、聞きましたよ、MBS の人にも、ウレですしか使われてないサンジをお知らせします、一回も使ったことない分かってますよ。ラインスタンプを作りましょう、今回匿名でバズるスタンプみたいなそうです、あ、いいやいいや、もう普通にこっそり金稼ぐってことな、クリエイターね、クリエイターね、はいはい、で最初 OL とか OL ね、OL が使うスタンプってことね、 OL が使うスタンプめちゃくちゃ使われんじゃん、全然いけるよ、だってあと OL の友達とかめっちゃおるもんな、おるもんな、おる、やっぱ話とか聞いてるから分かる、はい、いいですか、風向を変えていいですかこれね、もう下にデスクのも直で来てる女の子がそのフロアのみんなに言う、風向変えていいですかっていうの、よくないこれ、いいよ、いいよね、うん、うん、女性の OL さんの気持ち分かってる、 OL の気持ち分かってるね予備ストッキングありますいつ使うねんそれ、破れるってことは、そうそう、破れやすいやろ、あの薄いから、うんうんうん、その前にさ、そのグループラインでさ、うん、破れたとか来てるときに会話としてはどうなの、営業前にちょっと破れたけどみたいな書いたら、書いたらこれ予備ストッキングありますこれや、わかった、あの、結構 LINE であの書類どうやったっけとか、もうすごい業務的な LINE がブワーって続いてて、あの書類どうやったっけ、ああそこ連絡してとかブワーって分かりました分かりました、ブワーってなった時にふっとこう力をこう抜けさせるやつみたいなやつが、ブワーブワーブワー分かりました、年度末ーっていうなんか茶化してるわけじゃないけど乗り切りましょうみたいな、これで一旦ちょっと限られてくるね、年度末しか使わないいやでもそのまるでみたいな、まるで年度末のようだみたいな、大忙しの時みたいな、あんままるでまるで年度末みたいなと年度末が2個これいいかも、飲み会とかめちゃめちゃ出るから飲み会とかそういう忘年会とか二次会とかもういろいろぐちゃぐちゃ、結構会社の飲み会って大人数でやってて、で、あの次の店行く、あ、ちょっと待って会計何するとかごちゃつく、はい、一人いくらとかいう時にあの会計の今割ってますこれ何の時間みたいな、あれや、移動すんのせーのこれ何の時間みたいなのって今割ってますみたいな、あ、さっきのあれがあるよ、年度末みたいなとこで、その嘆き系のシリーズですごいなんか嫌なこと言われた時にトップダウーンっていうのがあるこれ危ないけどこれ一か八か、その社内で一番の調子者しか使われへん、受けへんかった終わりやから、受けへんかった終わりトップダウーンっていうのこれはめちゃめちゃ使われると思いますね、考えたんやろうな、はい、一つ一つの付箋を処理しましょうこれさ、前でさもうパニックなってる新人がどうしたらいいんですかみたいなパソコンの横にベベベベベって貼ってるやん、すごいな、それを一つずつ処理していきましょうっていうなるほどね、で、嘘みたいにひらがなちょっとテーマ変えて、うん、保育士とか、あー、保育士ね、保育士の友達も多い多い多い、うん、保育士さん同士のグループラインだよね、なるほどね、あ、なるほど、はい、これ給料日の25日にみんなで押し合うスタンプなんですけどそんな
なんでやってないとは言いつつもしかし安いねしかし安いねっていう、毎月忘れられないって、その受け入れられないぐらいしんどいのにまあこれを踏まえ、うん、そのなんか保育士さんって元気がないとあかんやん。そうやな。でイベントごと多いから、うん、イベントごとの前、うん、催そう催そう催そういちいちそうそういちいちその自分らで士気を高めていかないと。え、じゃあ園長も入ってるやん園長も入ってるかなりフレンドリーな園じゃない。そう園長もやってんやん。なんか今文字とか入れれるやつあるやん、ちょっとカスタムできるみたいな、名前を入れれるみたいな、あれ あれをもうその園でちょっと問題児みたいな子のやつをもう入れといて、まるまるくんが汚しましたってこの後もあのちょっと私外しますけど、はい、あの片付けに行きますみたいなんで、これもうその子の名前入れとくっていう、はい、やっぱこれ報告っていうのがあると思うんですよ、うん、報告、お昼ご飯食べて、はい、でみんなこうなった後にこうその部屋の子を見て、うん、あの他の先生に送る全寝全員寝ましたっていうで子供がもう全員寝てるスタンプ全寝っていうどうですか。全然ですね。えまだまだなんでこれずっとやりましょうあのさ、シリーズでさ、またやりましょうあるけどさ、ずっとやりましょうはえぐいって